9月27日に羽化した蝶が同日交尾し始めました。メスが上オスが下です。交尾時間は3時間を超えました。蝶の交尾が3時間も続くなんて驚きです。交尾が終わり一晩過ぎました。早速産卵し始めました。羽の色は華やかで目立ちます。毒のあるカバマダラに擬態しているとされています。優雅に舞う姿もカバマダラに似ています。ツマグロヒョウモンには毒はありません。幼虫も見た目は毒虫かと驚きますが、全く大丈夫です。一生懸命産卵しています。壁に産卵しました。
28日入荷した蝶とオスが交尾し始めました。オスは2度目の交尾です。交尾時間は3時間を過ぎました。オスは2度目です。離れました。交尾が終わったメスが給水しています。1番目と2番目が産卵しています。今朝羽化したメスと気づくと交尾が始まっていました。オスは3度目です。微動だにしないカップルです。午後5時から始まりました。24時に見るとオスが上メスが下になっていました。昨夜交尾したメスは翌日午後3時過ぎから産卵し始めました。卵を残して待っていきました。3時間以上にわたるスマグロヒョウモンの交尾と7時間以上にわたるスマグロヒョウモンの交尾でした。